木曜訪問は、この度真打ちに昇進なさいました春風亭昇太さんです。うちのおとんでして春風亭昇吉君って言うんです。まあ、皆さんご存じないと思います。優勝文庫の秘蔵庫と言われて本当に秘蔵にして表に出さないようにしてるはずがあります。この昇吉君が入門を頼みに来た日、これをびっくりしちゃいましたね。うちの師匠のとこにですね、いきなりもう楽屋に入ってきてもうこっちこっちですよ。これもう固くなっちゃって、入門を頼みに行くときは緊張してこっちこっちに立った状態で、うちの師匠の場合いきなり両手でわーって出て、うん、師匠たちが入門させてくれたのよーほんたら、住所が、はい、もうすいません、その後、走ってまして、走ってまして、その後、よりよりよーって、変数で、この後、連続が、それを、よーって、こいつら、フランス人かなと思って。どうも翔太さん、真打ちご昇進おめでとうございます。どうもありがとうございます。翔太さんなんてお呼びしちゃいけないんですよね。いえいえ、師匠とお呼びしないといけないんですね。いや、そういう風に呼んでください。いや、もう何でもいいですか。そうですか、はい、春風亭一門にお入りになられてから、はい、10年くらい。そうですね、ちょうど丸10年ですか。そうですね、はい、でも7人の先輩の方を抜いてご昇進ということはすごい抜擢ですけれども、今の心境はいかがですか。そうですね、弱っちゃいますね。もっとね、2つ目でね、フラフラやっていたかったって気持ちはあるんですけどね。あ、まあ、フラフラ、基本的にのんきですからね。 あまり物事を厳しい目で考えたくないっていうなもんですから。そうですか、でもやはりそれだけの抜擢をなすされるということは、いろいろな風当たりも強いところもあるんじゃないですか。その辺はいかがですか。まあ本人がね、プレッシャーは感じてますけどね。周りからはそんなことは、あ、そうですか、言われないですけど、本人がねプレッシャーに弱いんですよ。そうなんですか。でもなんかのんきな性格だっておっしゃってました。なんか気が小さいですから、なるべくそのプレッシャーを感じずにですね、生きていたかったもんですからね。いや、まず落語の話はちょっとまた後で、後ほど、はい、はい、置いといて、たくさん伺うことにいたしまして、はい、今世田谷区にお住まいですね。はい、共同に住んでいらっしゃるんですね。共同長いですね。何年ぐらい。共同はですね、話し変わってそうです、8年ぐらい。8年も住んでいらっしゃるんですか。住んでみたら非常に住みやすくて。どんな点が。そうですね、やっぱり学生さんが多いところですからね。なんか食べるものとかね、はい、なんとかっていうのがね、いちいち量が多くてね、はい、あとねやっぱ公園がね多いですからね。ああ、そうですね、まあ、近所にねバジ公園もありますし、はいはい、であそこやっぱりね、いつもね綺麗な花とかねちゃんと整備されてて、はい、なんか行ってもね非常になんか楽しいですからね。そうですね、うん、で区民祭りなんかもよくそういう公園で、ね、そうですね、うん、このね番組のね、はい、区民リポーターとしてもね、そうですね、区民祭りなんかね随分世話になってますからね、はい、何でもご存知なんじゃないですか、世田谷区のこと。いや、ただ行き当たりばったり仕事してるもんですけどね。そんなことはないでしょ。いや、忘れちゃって、そうですね、結構ね楽しいやつもありましたからね。うん、質屋さんのやつなんかね、はい、公益質屋さんのやつなんかね、はい、行った取材先、取材先が今度なくなってしまうという、あ、そうなんですか。なくなっちゃったんですか。なくなっちゃったんだから、そうですね、静岡のご出身でいらっしゃいますよね。はい、生まれは清水というところなんです。東海大学に、はい、そうです、お入りになった時に東京の方にいらっしゃったんですよね。で、お知見に、そうですね、落語研究部に入りましたね。それまではね、落語とかね、もう大嫌いだったんですけどね。あ、そうですか。なんか陰気臭いじゃないですか。なんかおじいさんが座布団に座ってなんか黙々と喋るっていうですね、なんか暗いイメージしかなかったもんですからね、はい、もう大嫌いだったんですけど、まあクラブの雰囲気が楽しそうだったんで、はい、知見に入ってみて、で生で落語を聞いたら非常に面白くてね、はい、こんなもの今まで知らずに生きていた僕はなんてバカだったんだろうって。じゃあ大学の時に落語の魅力に取りつかれてしまった、ということでしょうか。そうですね、で確かなんか優勝なさったんですよね、全国大会みたいな。大学生の、ね、2年生の時にですね、はい、全国学生落語名人決定戦っていうそういうなんか番組がありましたね。で全国の知見の人が集まって、なんか落語をやっていがみ合うっていうそういう会があったんですよ。それ本当はね先輩が出るはずだったんですけど、はい、その先輩がですね2ヶ月ぐらい前にですね、プレッシャーに負けて失踪してしまったんですよ。失踪してしまった。それで急に代打で、あ、そう、大学2年生の時に出て、でたまたま優勝してしまって、でその時にもう、あ、じゃあ将来は落語家さんになろうってお考えになったんですか。でその時は別に何も思ってなかったんですけどね、ただまあ優勝して嬉しいなぐらいだったんですけど。じゃあいつプロの落語家になろうって。そろそろ就職を決めなきゃいけないなっていう
頃ですね、でどうしようかといろいろ考えたんですけど、で道歩いたらですね、小田急線なんかはですね、ぎゅうぎゅう詰めのですね、サラリーマンの皆さんがですね、電車を乗ったりするのを見てですね、これはちょっと大変かなと。なぜ劉少師匠の門を叩かれたんですか？ですね、僕は新作落語をね、やりたかったんで、とりあえず新作をやってる師匠のところに、入ろうと思って、いろいろ寄席とか見に行ったんですよ。その時にですね、昔からファンであったんですけど、なんかのんびりしたようなことをふわふわ言いながらですね、喋ってるですね、初老のですね男の人を見てですね、こういう落語っていうのもなんか魅力的だな、いいなと思うと、うちの師匠はね、すごい育て方が自由なんで、放任主義なんですよ、完璧に。はい、もう好きなことしろっていう。じゃああんまりご苦労なさったりしてないんですか？だから俗に言うね、なんていうか、入門してからね、師匠のうちのなんか掃除行ったり犬の散歩連れ行ったりなんかしたっていう思いは全然ないんですよ。もう3ヶ月ぐらいしたらですね、もううち来なくていいって言われて、はい、で時間やるから、その代わり映画とか芝居とか見てろって言われたんですよ。ああ、そうだったんですか。うちで掃除いくらやっても落語うまくならないからなって。あら、随分さばけたことをおっしゃる師匠だったんです。だから僕にとって良かったですね、本当に。だからあの頃ね、でも前座の頃は何年間ぐらいやったんですか？僕はね、4年半前座をやりましたね。でもやはり前座さんっていうのはいろいろなことをしたりなんかし、まあそうですね、寄席の雑用係ですからね、お茶出したり着物畳んだりね、なんか靴揃えたり服着せたりなんかしなきゃいけないんですけど、お茶の出し方一つもね、熱いのがいい衣装だとかね、ぬるいのがいいとかね、そういうわがままなことを言うんですよ。お一人一人みんな違う、違うんですよ、着物の畳み方とも、ね、違ったりなんかするんですよ。そういうのを覚えなきゃいけないもんですからね、最初のうちは本当大変だったですね。それから二つ目になられて、二つ目になられた時っていうのはいかがですか、気持ちとして。やっぱり落語家になって、皆さんねおっしゃるんですけどね、真打ちになるよりも前座から二つ目になる時の方がね嬉しいですね。あ、そうですか。実際嬉しかったですね。どうしてでなんでしょうか。やっぱりとりあえず毎日毎日寄せに行ってね、師匠方のお世話してっていう、そういう雑用からとりあえずもう解放されるというね、とりあえず一応一人前の落語家として仕事ができるっていう、落語に専念できるっていうことですか。そう、落語に専念じゃなくてですね、雑用しなくていいっていう、楽になるっていうこと。楽になる、それから前座のうちはね、着流ししか着れないんですよ、ところが二つ目になると羽織とか袴を着用することが許されると。見た目も全然違うんです。もう全然違うわけですね。真打ちにねやっぱりなられると気持ち的にももちろん違いますでしょうけれども、2つ目の頃と比べてその なさる落語の内容も、いや内容についてはね、別に真打ちになったからっていうふうにね変えたりなんかすることはないんですけど、やっぱりちょっとね責任がね ありますからね、鳥を取って僕で終わりになるわけですからね、ですから随分ね気は使いますね。やっぱりお客様の入りとかにも気になります。そうですね、入りについてはあんまり気にならないんですけど、どのぐらい笑ってるかっていうのはね、あれは講座からお客様の顔っていうのはもうはっきり分かるものなんですか。僕はね順番にずっとこう見ていくんです。順番に一人一人、一人一人ずっとこう喋りながらですけどね、こうちゃんとこういうふうに読みませんけどね、なんとなくこう順番にこうどういう人が来てるか、来てるかっていうのはね、それによってお話が変わったりとかっていうのは、それで喋ってみて、それで何となくこういう話がいいかなとか思いながらこうネタを変えていきながら喋ってるんですけど、受けなかったこととかも経験ありますか。それはもういつもですよ。いやそんなことはないと思いますけども、いや本当ね、どうしようかって思う時もやっぱありますね。何が原因でなっちゃう、そうなっちゃうんですね。いややっぱ本人の弱気でしょうね。弱気、これね、ちょっと受けないおかしいなとか思うとですね、もうすぐお客さん終わっちゃうんですね。なんかね、これなんか考えやってるなとかね、なんかつまらそうにやってるなとかね、すぐ分かっちゃうらしいんですよやっぱね。だから嘘でもいいから強気でこうガンガンやっぱり攻めていく、攻めていくっていうふうにしないとねダメみたいですよ。卑怯な手使ったりいろいろやりますけどね。卑怯な手ってどう言ってですか。いや口座から写真撮ってみたりですね、えそういう汚い技とかですね使ったりなんかしてますよ。汚い技というか斬新なアイデアというか、いや斬新だ、卑怯な掴みと
周りから言われてますけどね。その新作をもうあらゆるジャンルからね、いろんなことをあのネタになさってると思うんですけども、はい、一番その苦労するところってどんなところですか？うん、やっぱり新作落語ってのは本当に寿命短いですからね。だから、まあ、うちの師匠が言うにはどんどん捨てていく作業をしなきゃダメだって、いつまでもね、はい、新作落語のチューブルはどうしようもないっていう。なるほど、ね、だから新しいまま新しいね、はい、ままやっていかなきゃいけないから、はい、だからその本当に次々とね、うん、なんか作っていかなきゃいけないっていうのはね、うん、でまたねその話題になったものを何でも作りゃいいってもんでもないですからね。だからこう話題はたくさんあるんですよね、はい、でもそれ不幸な話題だったりなんかすると あんまりここまで茶化してはいけない、うん、っていうものもありますでしょうしね、うん、例えばね人がお亡くなったりなんかするような事件ってありますからね、はい、そうすると茶化すわけいかないですからね、はい、ですからその題材をどこから持ってくるかっていうのがね、うん、これが一番苦労しますよね、うん、で書き出したらねわりかしスッと書けるんですけどね、うん、その題材を何にするかっていうのがね一番苦労しますね、決めるのが、でどういうところからあのヒントくることが多いですか？まあ、やっぱり僕は雑誌が多いですね。雑誌の、ね、特集記事がわりかし多いんですよ。じゃあもう本当にいろんな雑誌をもうたくさん読んでらっしゃる、うん、そうですね。ではあの最後に翔太師匠といたしまして、はい、今後の抱負などを伺いたいと思います。これからもですね自分の好きなことやってですね一気にやっていきたいと思ってます、はい、僕が楽しいと思うことをねやるっていうのが一番お客さんにも親切なことだと思うんで、先長い商売ですがとりあえずやるだけ、若いうちにやってみたいと思ってましょう、はい、何も考えないで飲んでくださいね。今飲んでおかなきゃねで行った先でも今後のお父さんが落語家やめてくれたらやめます。なんかあったらこんなことありましたなんていうのは下手でしたけど。